Hello， 大家好，我是 Lucia。ぶったんです。谢谢大家今天看我们的影片。本日はですね、日本人が思う日本人の変なところを紹介していきたいと思います。耶、yeah ！那因为今天的主角是我们的文丹，所以我就坐在后面跟他聊天的方式来拍这个影片。那我们就开始吧 ，Go！それは変と思った。うん。俺が暑がりだから22度がいいって思って、まあ夏の時なんですけど、基本28度に設定しようっていうなんか習慣なんですよね。これはなんでかっていうと、環境省が28度がクールビズに適していますっていうのをなんか言ったみたいで、そこからみんなが28度にしよう。それは地球のためですか？そう、地球温暖化のため。なんか暑いんだけど28度にしようみたいな。ルーちゃん的には27度でちょうどいいかなと思うんだよね。ああ、27度いいね。寝るときは27度かもしれない。本当多くない？多いね。いや俺自体がさ、あんまマスクしないから、なんでみんなマスクしてんの、どっか悪いのみたいな思っちゃう。私めちゃくちゃするよ。ね、うん、なんでルーちゃんの家にこのマスク60枚入りの箱買ってるんですよ、ね、ほとんど毎日使ってるので。いや風邪ひいてんならわかるんだけど、すごい休めない時があるからマスクをして予防しますよとか、だから風邪も何も流行してない時にみんなマスクしてる。だって恥ずかしいじゃん。夏もよ、うん、暑いじゃん。恥ずかしい。いや暑いとかそういうのと関係なくて、顔をみんなに見られたくないの。自分の空間があるからそんな感じが好きなの。不止这一个还有丝袜。其实我自从来日本之后就养成一个习惯，就是我要是有要露腿穿裙子或者穿到短一点的裤子的话，我一定要穿丝袜，不然我会觉得很害羞。哎，あれ日本の方ですか？日本人って感じよね。特になんか CM とかでもね、絶対に休めない時にこの風邪薬みたいなのあるじゃん。有吉さんね。そうそう。実際は日本人が休みもらいにくい。もらえるんだろうけど言いづらいね。これが抜けることによって他人に迷惑かけるし、俺しかできないことも他の人に投げて大丈夫かなと思って、それだったらちょっと辛くても出ようかなと思っちゃう。我之前也有听过一个说法，是日本人生病的时候，他们还是坚持要去上班，他们就会故意戴个口罩，让别人觉得说，哦，你都已经生病了，你还要来，你怎么这么认真啊？因为要是直接请假的话，又会担心同事觉得自己不够认真，还是比较没有责任感。但是我还是会觉得，你这样子就是把病菌传染给别人啊，就很奇怪啊。文丹は結構風邪ひいたらまたは体調悪い時休むと。言う。それは多分ね、職場の環境、言いやすい上司だったら俺すぐ言うし、人間関係はすごい大事なんだと思うよ。特に会社で多いんですけど、女子がやってて、あもう帰りたいな、でも上司やってるから帰れないなっていう状況がずっと続く。で上司が帰ったらすぐに帰るみたいな。なんかこれも漫画だけじゃなくてアニメとかドラマもめちゃめちゃ、実際もいっぱいある。俺もめちゃめちゃしてきたし、働き方改革っていうのがやってるから帰りやすい環境にはなってるけど、昔は付き合い残業してた。我还记得以前文男就常常跟我说上司还没下班所以他不能下班。しかもこれは俺の体験じゃないんだけど、他の先輩が上司よりも先に帰ろうとした時に、俺よりも先に帰るんかみたいなことを言われたりとか、先に帰った次の日に、お前先に帰ったからあれができてなかったんじゃないかみたいな、そういうのを言われるのが嫌だから結局付き合い残業をするみたいな。怖いよ。特に会社とか5分遅れた時すんごい怒られるし、5分前に来てなくてもなんで5分前行動ができないんだみたいなの言われるし、すごい時間に厳しいと思う。私も前よく日本でバイトするんだけど、出勤時間の30分前はつけないといけない。ああ、あるよね。正社員だと45分前つけないといけない。大変だね。特に就活の時リクルートスーツじゃん、わざわざ。あれなんか変じゃないと思う。リクルートスーツその時しか使わないじゃん。後から使う人もいるけど基本は使わないし。でもあれ着ないとそもそも面接落ちるもんね、日本は。スーツじゃなくてもいいよみたいな書いてある会社でもみんなスーツで来るから、私服で行った人はすごい浮いちゃうし、基本はスーツで行かないといけない。だからちょっとなんか硬いなと思っちゃうね。でも最近も日本はスーツやっぱり夏暑いからいろいろ改革してるんだよね。そう、クールビズで上着とあとネクタイはしなくていいよっていう制度があります。日本もどんどん変わってきました。そこはすごくありがたいと思う。よかったね。
海外のテレビ見ても満員電車やべえみたいな、ね、うーって押して閉まるみたいな、まあ、人が集中しすぎちゃうのかな。東京では ね、 ね、まあ、他の県ではそこまでなんだろうけど、ね、東京特にひどいね。多分23区以内には家賃が高いと物価が高いから、みんな結構23区以外のところ住んで、そして朝通勤するんだよね、都内に。東京にね、基本なんか朝は東京に行く電車がすごい混む、で帰りは東京から違う県に行く電車が混む。もう本当にカバン浮いちゃうし、すごい大変。所以如果大家来旅游的话，建议大家就避开早上跟晚上的通勤时间会比较好。何かと困ったら、今日寒いねとか、明日めっちゃ雨らしいよ、明日雪らしいよみたいな、そういう話題を絶対に振る。よく会うね、美容室とか。そう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 。それなんでなんだろうなと。前私ブジャの動画撮ったの覚えてる？覚えてる。あの天気の話によって次の話題を引き入れるみたいな。言わんじよ。覚えてるよ。ルーちゃんに言われるまであんま意識したことなかったんだけど、ルーちゃんに言われてから、あ、確かになんかすするのってあんまり綺麗じゃないなって思って、食べる時に口を開けてくちゃくちゃ食べるのもなんか俺はあんま好きじゃないから、なんで俺はすするは OK なんだろうなと思って。私も日本の文化ちょっと学ぼうと思ってすすろうと思ったんだけど、すすれないの。まあすれない人はいるよね。もう全然すすれない。難しいよね。うん、最近は結構ビニール袋も省力化しようっていう運動がなんかスーパーとかでねあるけど、それにしても多いなと思う。但是最近日本有为了环境在做一些改善，例如衣服的品牌啊，或是一些超市，他们会说如果你要袋子的话，要另外加日元2块钱或是3块钱这样子。パッケージが多いのは多分お土産にするからかな。もう家にビニール袋だらけですよ。居酒屋とかに行った時にお通しですって出されて、あ、美味しいとか思って、会計の時に990円とか、大学生の時、俺あれ一番びっくりした。あ、もともと知らなかった。え、なんで金取られてんのと思って、お通し490円とか言ったのなんかショックだ。しかもほとんどの店は言わないもんな。そう、言わない。そのまま出してお金取って。そうそうそう。じゃあもしお通し知らないって言ったらいける？わかんない、やったことない。今度やってみる。迷惑な客や。もう俺もなんだけど、なんか血液聞いてそこから話題にしちゃうの。イメージ的に B 型は自己中心的であんまりいいイメージがない。で A 型はなんか几帳面で、 O 型はまあ中間かな、大雑把だけどみんなに合わせるみたいで、 AB 型はもう天才肌とちょっと変わってる系の。でも血液型だとなんか人間は4種類しかないじゃん。4種類しかないように見てる。台湾人めちゃくちゃ星座見るよ。確かに星座のイメージない。水亀座は私はあまり見ない人なんだけど。見ねえのかよ。皆さん星座どういう性格があるか教えてください。クリスマスイブに、まあ、彼女彼氏と過ごす。日本だけなのかな。日本だけじゃないよ。我有听过日本一个传说，是因为12月他们的平安夜跟圣诞节要和情人一起过，还有明年的情人节，因为这三个节日连起来很近，所以他们就会很赶着在12月一定要交女朋友，然后在情人节的时候一收到女朋友送的巧克力就直接分手这样。その間いなかったらちょっと周りからも恥ずかしいし、作っといた方がいいかなって思って、その間だけ超頑張って作って、バレンタインホワイトで終わったら気持ちが冷めて別れるみたいな。这个我觉得也是日本很有趣的一个现象，就是他们对于另外一半真的不是很认真啦。以上が私が思う、日本人の変なところです。まあ、ルーちゃんにもちょっと手伝ってもらったんですけど、まあ、ルーちゃんに言われて気づいたこともあったし、まあ、自分で昔からんなんでだろうなと思ってたことをちょっとまとめてみたんで、ちょっと動画見てくれてありがとうございます。はい、以上で、この動画終わります。いつも見てくれてありがとうございます。See you next time. Bye bye. Bye bye. 君と終わらない歌を歌おう。たとえ夜が明けようとしても。